どうも、くまです。今日はバレンタインイベントが、実装されていたので、そちらをやっていこうかなと思います。バレンタインイベントね、そんなに回る必要はないんですけど、金ポスとかウェポンハンマーとかが手に入るので、そちらをメインに回った方がいいのかなと思います。なので、とりあえずね、疲労度はバレンタインに使って金ポスウェポンハンマー狙いでいこうかな、しばらくは。とりあえずプロローグの会話とかはもう全部飛ばしちゃいます。これで一安心ですね。またね、順次多分実装していく形なんすかね。とりあえず今1個ぐらいしかないよね。何かお手伝いしましょう。昇級とかまたイベントで発生するはずなんで、とりあえず初期やっちゃいましょう。行きましょう。でミッション用のちょっと社長スキルを使って、バレンタインイベントそんな敵も強くないんで、でバレンタイン武器はどうなんすかねあんまり強くない気がする。あの魅了がつくような武器があるんで、魅了が欲しいなって人は回った方がいいのかなと思いますが、基本的にバレンタイン武器使わないんで、そんなに作る必要もないかなと思います。趣味程度ですね。ごめんなさいね。これで一安心ですね。とりあえず初級はクリアと。レシピ、乙女の恋心。何かお手伝いしましょうか。じゃあ次中級かな。イベントは簡単だな。お、中級ないんだ。バレンタインクエスト2017って感じなんだ。社長、行きましょう。なるほどね。じゃあ一応ここクリアしたら今回終了か。そんなに難易度も高くないと思いますね。お、ちょっとめんどくさい配置。あれも1000ぐらいは受け切るのかな。ごめんなさいね。落ちよ。これでなんか1000ぐらいは受け切れそうな HP 持ってます、ね、怖っ。これで一安心ですね。しばらくこのバレンタインクエスト2017を回ろうかな。こんな感じでポストも手に入るし。じゃあ一応バレンタインクエストだったということで、そうだな、バレンタインハンマーあるからちょっと作ってみようか。どっちがいい。こっちの方がいい。プラ2、プラ4できなければもうゴミなんだ。しかも意外と資材使うなこれ。大成功。プラ3はいらないと。プラ4できてもな、若干ゴミなんだよな。なんで本当金ポスとかそういうのを狙うために回るのがいいのかなと思います。全然できませんでしたね。はい、それではご視聴ありがとうございました。